次、はい、築地のネズミ大移動かと。はい、築地いよいよ閉鎖に向けてですね、もしかしたらネズミが数万匹いるんじゃないかと。周辺の飲食店がですね、ネズミがわーっと何万匹もですね、築地から出てきたらどうなるんだということで、まあ、戦々恐々という記事になっています。読んでいきましょう。10月6日に閉場する築地市場の敷地内に大量のネズミが生息し、都が駆除に悪戦苦闘している。5月以降、1700匹以上を捕獲したが、そもそもの生息数を把握できていないため効果は不明。一方で、豊洲市場への引っ越しに伴い、餌を失ったネズミがどこかに向かうかも予測不能。場外に残る飲食店や近隣の、繁華街まで流出し、周辺環境に悪影響を与えるのではな、との懸念が出ていると。はい。ということですね。もう民主党という書き込みがあります。そうですね、この番組でも何度か触れましたがね、ニュース23でね、民進党が瓦解する 前夜ですよね、ネズミがだってリポーターの、ね、女の子が、私は今民主党本部に前にいます、明日もしかしたら歴史的な決定があるかもしれませんとか何とか言ってる時に、民主党本部からネズミがちょろ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 と逃げ出したのをですね、私は生放送を見ていて見逃しませんでしたよ。ビデオで確認したら確かにネズミが逃げ出してました、民主党ネズミで検索したら動画が出てきますからね。はい、皆様ご存知の通りですね、ネズミというのは超能力を持ってまして、沈没する船からですね、事前に逃げるというね、これはもう有名な話です、ですからネズミはですね、沈没する船を見分けることができます。ネズミが逃げたらその船は、はい、沈没します。はい、ですから分かってましたね、ネズミはですね、よく気づいたね。そうですよ、よく、えと思って、なんか出たと思って、ビデオで巻き戻してみたらですね、これはネズミでしたよ。はい、ネズミも離島するということでですね、これあかんわと、民主党終わったわと思いましたけど、本当に終わっちゃいましたからね。よく分かってますね、ネズミは。はい、危機察知能力ですよね。民主党はですね、やっぱネズミが逃げましたので沈みました。はい、ですごいね、築地に何万匹もいるかもしれないというね、東京都が駆除作戦乗り出した、1700匹以上捕獲したって言っても分かんないってことですね。すごいですね。都は9月に入り2回あった3連休で駆除作戦を実施。さらに豊洲市場への引っ越し調整期間の10月11から17日、同18から11月16日にも予定している。この間、粘着シート3万9000枚、殺素剤 260kg、捕獲籠600台を投入。樹脂板などを設置し、フェンスの隙間や建物の床下からネズミが場外に出ないよう封じ込めを行っている。だからもうネズミ気づいてると思うんだよね。やっぱ沈みゆく船察知しますからね。ですからこういうね、対策が行われることも多分ネズミ君たちはもう察知してますからね。私はもうこの彼らの能力はね、もう信じてます。もう民主党の時に証明済みですからね。さあどうなるんでしょうか。私ね、銀座に店出してるんですけど大丈夫かな、ネズミ来ないかなすぐですからね。いやー恐ろしいですね。数万匹のネズミがですね、築地市場から大移動っていうのは、これちょっと想像するだけでも恐ろしいですね。はい、生息数は不明ということですから。はあ、ネズミってね結構怖いのよ。知ってる？ネズミ怖いよ。知ってます？知ってる？知らない。私ネズミに噛まれたことあんのよ。東京で20年以上前かな、覚えてますかね、ネズミ大発生したんですよ、東京で。それでですね、いろんなところ、もうオフィスビルとか、ちょっとお菓子とか置いといたら、もうみんな夜食い散らかしてみたいになってたわけですよ。で、その時ですね、我が家にもネズミが発生したんですね。なんかチューチュー鳴いたりとか、なんかうんことか落ちてたり、うわやっべえネズミいるわってことで、うち中で大問題になって、私の実家ですけどもね、当時25歳ぐらいでしたかね。でネズミ捕りをですね置いたりしたんですよ。はい、何この、ゴキブリホイホイのでっかい版ネズミですわ。もうベターってなるやつですよ。それでね、まあカゴとかね、
まあこれ捕まえるのはいいんだけど、捕まえた後が嫌よね。ちょっとこんなでかいネズミがベターって張り付いてまだ動いてるわけよ。どうするこれ。どうします、あなただったら。まあ、死ぬまで待つしかない。死ぬまで待つっていうかさ、死んでからも嫌よね。いっぱい病気持ってそうだし、そうよ。食うないね。大体普通は水没にするらしいんだけど、だってこんなでっかい粘着シートにベトワーってくっついてんのよ。水に入れるも何も。どうすんのよこれ。あとカゴね、カゴの中に見たらさ、親ネズミ子ネズミ3匹とか入ってて、どうするそれ。見ちゃうとなんかねえ、昔はもう水攻めにしたみたいだけど、慣れてないしさ、もうしょうがないからね。え、私家の近くが有栖川公園だったので、有栖川公園に夜行ってもう話しましたよ。もう二度とうちに来んなって言って、よそ行けって言って、ここは生き埋めじゃないですか。生き埋めよ。もうね、だって子ネズミとかいるとさ、なんかもう哀れになっちゃってね、見てたら。まあ、もういいと、うちにさえ入ってこなければいいんだと、あっちの家行けみたいな感じでですね。奇想本能って書かれてます。奇想本能。でも怖い思いしてるからもうこんだろう。いや、またそれはいいの、カゴに入ってる親子は逃しましたけども、ビテーってくっついてるやつよ。これさ、まだ生きてるわけよ。ビトーだよ。でしかもほら、あのゴキブリホイホイみたいに、ああいうね、両面テープ的なもんじゃなくって、なんか水飴みたいなやつ感じなの。だからペタってやつじゃなくて、ブエトーって感じなのよ。本当に蜂蜜の中泳いでるみたいな感じになってるんですよ。ええ、それしょうがないから、まあそれごと持って行って、まだピクピク動いてんの、アリスがこう持ってって、こうほらネズミじゃない、あのそういう蜂蜜みたいな感じでくっついてるから、縦にするとゆっくり落ちてくるわけよ。それでしょうがないから、そのまま着地させて、あれ生きてられないと、もうベトーよ、体中全身あの何蜂蜜かぶりましたみたいな感じよ。しょうがないから、そのままもうそうそう、またリリースアリス川公園ってね。そうなんですよ。こんなもん僕何匹やったかな。ベトーってくっついたのもね、ブラックバスってじゃないですか。リリース。キャッチャンでリリースよ。ベトーだけでも、6、7匹捕まえたかな、うちの中で。で、カゴもですね、あ、全身キャラメリーで、そんな感じ、そんな感じ。で、カゴ水没じゃない、カゴに入ってるのも、なんか4、5回いたかな。いや、それはいいんだけど、なぜ噛まれたかというと、私寝てる時に真っ暗にして寝てたんですよ。そしていきなり激痛が走ったんです。ね、もう熟睡してたのよ。深夜3時とかにいきなり激痛がビクビクって手に走って、ブワーッと起きたら深夜真っ暗で、これはなんかあの何ポルターガイストじゃなくて、なんかほら霊的な、あ、ね、血まみれになってるみたいなね、そういうやばいやつかなと思って、それでうわーって言って電気つけたら手が血だらけなんですよ。ヒエーと思ったら、こうネズミなんですね。あのかじった跡があったんですよ。それで確かにその後起きた、チコチコチコって走った音がちょっと聞こえたんですよね。いやあれはだって深夜激痛で電気つけたら血まみれとかマジ怖いから。本当にそれ以降もネズミの足音聞かれてギャーみたいな、あ、もう来んなみたいな感じになりましたよね。まあ噛まれて分かるこのネズミの怖さ。いや、ネズミに噛まれた人なんかいないっしょ。ええ、私の知る限りドラえもんと私だけですわ。まあいるかもしれないけど聞かないよね。楽しそう、あ、美味しそう。いや、美味しくないのよ、私の手なんて。美味しいわけがないでしょうが。噛んでますよさん。それは恋でますよさんでございます。そうね。ということで、私はネズミの怖さをよく知っておりますので、
築地のネズミ大移動、どうなるのかちょっと気になるということでございます。